to the end. Let's play some games, a rising gamer. Let's start the show. そうだ。どこかに隠れた真の中心人物こそが犯人だ。その指示によって操られている気の毒な被害者、そいつが立てこもり犯のガキどもってことさ。とっつぁんすげえ悪党。バカ野郎、こういうのは年の子と言うんだな。あ監視官、相手が被害者なら保護しなきゃな。上への報告書の体裁はどう繕ったものか。なんとかなります。人質保護チームと犯人捜索チームに分かれましょう。私、人質を助けに行きます。早速非殺傷武器を準備します。被害者の立てこもり犯はそれを用いて捕縛拘束、いえ保護しましょう。ごめんね、ノンリーサルの装備ったって人間用のはほとんど在庫がないみたい。この街では荒っぽい仕事はドローン任せだろうからな。でもさ、さすがに貧弱すぎね。一人当たりスタングレネード一発だけ、あとは警棒って。火炎瓶相手にどうやって戦うんだよ。せめて大盾があればよかったんだけどね。まあそこはシュウ君の身の軽さでひらひらっと回避して。俺は忍者かよ。かがり、ごねても無駄だ。金の森だって魔法使いではない。無から有を生み出すことは不可能だ。まあここは腕の見せ所ってやつだろう。モチベ高っ。熱血野郎だよな、タクちゃんって。そういや忍者で思い出したけど、あの漫画読んだことある？おお、忍者といえばあれだってばよ。そうそう、それだってばよ。いって、何すんだよクニッチ。趣味の話は後にして、侵入経路の説明が始まるわよ。我々は犯人捜査と人質保護の二班に分かれる。前者は俺が指揮し、後者は常森に任せる。便宜的に前者を潜入班、後者を突入班と呼ぶことにする。先ほど侵入を試みた裏口は警戒が強まっているため使えない。考えられる方法は2つ。屋上から潜入するか、正面から突入するかだ。俺たち潜入班は東校舎街の非常階段を上り、屋上から校舎内へエントリーする。作戦目的は犯人確保、すなわちこの暴動の真の中心人物を発見し取り押さえることだ。一方の常森率いる突入班は西校舎入り口のバリケードを破壊し、そこから突入する。作戦目的は陽動および人質救出だ。今更だけどさ、そんなに派手にやっちゃっていいの？人質を盾に取られたらどうすんの？その場合は臨機応変に対処するしかない。ただ立てこもり犯側からの意思表示が何もない現状を考えると、むしろ相手の反応を引き出したい。つっついて出方を見るってわけか。乱暴な話だが、やるしかないわな。大前提として、
立てこもり犯も全員被害者であり保護の対象となる。このことは肝に銘じて行動しろ。了解。剣、貴様は俺と一緒に潜入班で犯人探しだ。黒幕探しか。燃えるじゃねえか、おい。では私は常森監視官と共に突入班に加わりましょう。私たちは主に立てこもり犯側とのネゴシエート担当ですか。基本的にはそうなんですけど。ドロイドちゃんにそんなことさせて大丈夫なのか。どうですか。少し不安です。少しじゃねえから。それギノ、俺はお前のチームでいいな。私も助かる。では各員、装備を点検し身につけろ。ドミネーターも忘れるな。使えるかどうかは分からんがな。剣、何をしている。行くぞ。分かってるって。考えてみればあやふやな話だが、食らいつくさ、デカの勘ってやつでな。誰もいないようだな。よし、このまま本校舎へ入る。油断するな。カラナモリから連絡だ。クニズカ、回線を。了解。立てこもり犯から押収した薬の分析結果が出たわ。でもね、彼らが飲んでたのは薬のカクテル。4種類をそれぞれ決まった割合で組み合わせたものよ。そうするとすごいの。それって悪影響はねえのか。ないわけないじゃない。感じなくなるのはストレスだけじゃないわ。痛み、恐怖、怪我や病気への警戒心、自己保存のために備わっているそうした機能が
次々と死に絶えていく。もちろん思考能力もね。それで連中はあんな風だったのか。それとこれは茜ちゃんのチームが調べたことなんだけどね、立てこもり犯にサプリのカクテルを教えたの女らしいわ。女？二人っきり？誰と？剣くんたちが探してる犯人かもしれないわ。保健室か。一体何をやってんだ。さあ、でも興味あるわよね。なあギノザさん、首謀者の船岡なんかよりもまずその二人を抑えた方がいいんじゃねえのか。賛成だ。金の森、ご苦労。また何か分かったら連絡をくれ。はいはい、じゃあね。我々だけで行動するのはここまでだ。一旦常森たちと合流し、情報共有後次の手を打つ。了解。大きな声を出さないで。おすごいな。人間って不快なことを排除するためなら本当に何でもするね。やっぱり一気に楽にしてあげようかな。その方がよっぽど人間のためだよね。また邪魔しに来たの？でも今回は無理じゃないかな。だってみんなとっても色相が綺麗で幸せだもんね。君もそう思うでしょ？ねえ、眠ってしまったの？もったいないよ。こんなに楽しい実験中なのに見ないなんて。寝てないよ。なんだかうるさいね。しょうがないよ。これが人間の本質なんだ。それを見極めるため僕はこの実験を計画した。君の助けを借りてね。見守ってあげないの？君の可愛い後輩たちの大騒ぎを。どうでもいい。ふん。みんな喧嘩なんかしないで仲良くすればいいのに。大丈夫。もうすぐみんなも君と同じように幸せになれるよ。ほら、君の色相はこんなにクリアだ。このカクテル、ヘブンズドアさえあれば君の色相はクリアなままだ。ずっと、ずっとね。木野田さん。遅くなった。
これより潜入班、突入班は合流し、共通目的のため行動する。情報共有は問題なかろうが、念のため確認する。我々の第一目標は、この暴動の真の中心人物を発見することだ。発見後の処遇はどうしますか？保護か、それとも確保か。そいつは見つけてからのお楽しみってやつだろう。なあ。そうだな。相手の犯罪係数次第だ。人質の救出はまず主犯を抑えてからということですね。そう認識してくれ。よし、だったら早速敵の本丸へ乗り込もうぜ。保健室ってどこだっけ？すぐそこだ。もうじきボスのお出ましだぜ。おっと、敵さんだ。彼らの主張の可否はともかく、色相的には確かにクリアです。公安局刑事課一係、監視官のギノザだ。話を聞きたい。君たちが服用しているメンタルサプリのカクテルのことだ。ヘブンズドア。それがカクテルの名前なんだな。こいつらやましいとは思ってるんだな。面倒だ。スタングレネードを使うか。手っ取り早く片付けてやる。制圧完了。大雑把なやり方ね。スピード重視だよ。この人たちを放置しておくわけにはいきませんよね。後始末はドローンに任せる。我々が優先すべきは犯人確保だ。ただごとじゃない。怖い、怖いよ。どうしよう、どうしよう。やっぱりもう終わりだよ。なんで、どうしてこんなことになったの？どうしたんだい？君には何にも心配はないはずだろ。ほら、ご覧よ。君の色相はクリアカラーだ。変だよ、こんなの。色相はこんなに綺麗なのに、どうしてこんなに怖いの？怖いよ、怖いよ、怖いよ、怖いよ。落
ち着いて。僕がいるじゃないか。あなたじゃダメ。薬、お薬よ。あれがなきゃダメ。